エアバッグエアバッグとは、膨らんだ、袋体を用いて、移動体の運動エネルギーを吸収、もしくは衝撃緩和する装置のことである。身近なところでは、自動車の乗員保護システムの中の一つとして、シートベルトと併用して使われる、SRS エアバッグシステム。SRS は、サプラメントルリストレイントシステム、補助高速装置の略がある。サプラメント 補助とあるように、シートベルト着装をした上で、本来の効果がある、乗員保護システムの一つである。したがって、シートベルトを着用していないとその効果は発揮されい。それどころか、最悪の場合は、エアバッグにより死亡する場合もある。口述。俗称や、口頭上の説明では、SRS やシステムを省略して、エアバッグと呼ばれる。前席、運転席と、助手席に加え、 一部車種では、後部座席用も用意された。現在では、側面からの衝突に対応する、サイドエアバッグや、カーテンエアバッグ、膝にかかる衝撃を緩和するための右エアバッグ、さらには、シートベルトを膨らませる方式のものもある。オートバイ、自転車のライダー用や歩行者用のエアバッグも、販売されている。また、火星探査機が、 火星に着陸する際にエアバッグを利用して着陸するなど様々な方面で衝撃吸収のために利用されている。なお、エアバッグは保安基準の対象外であるため取り外しても特に罰則等はないが取り外しや故障によって警告等が点灯している場合は車が受け付けられない。例えばブレーキは車体の運動エネルギーを熱エネルギーに変換して 吸収するが、エアバッグは、移動体の運動エネルギーを、ガスの運動エネルギーに変換し吸収する。移動体が、エアバッグに衝突すると、エアバッグの溶石を減少させる。この時エアバッグ内の圧力が高まるが、あらかじめ、エアバッグには、排出口、ベントホールが開けられており、そのベントホールより、ガスが勢いよく噴出する。つまり、 移動体がエアバッグに衝突するとエアバッグ内のガスが外へ噴出する構成とされている。このエアバッグの中から外へ移動するガスの運動エネルギーに置換されるのである。ガスの運動エネルギーは移動するガス重量とその速度で算出することが可能である。自動車用エアバッグの場合移動するガス重量を 25g エアバッグに開いたベントホール、ベンテホールから出る。 ガス速度を秒速350メートル以上、高温の音速程度とした場合、エネルギーの公式 E=MV2 に当てはめると 2000J のエネルギーを持つものとわかる。ところで、蒸気のエネルギー吸収、以下 EA、エネルギーアブゾアプションメカニズムは、エアバッグ内の圧力が十分高まった後にもたらされる作用で、移動体の接触直後には一定程度、 空想が必要であることが知られている渦赤線参照。つまり、移動体がエアバッグに接触し、押しつぶして容量が減少することにより、圧力が上昇するというプロセスが必要ということで、ある。これは同じく EA を目的とする、ショックアブソーバーと大きく異なる点で、ショックアブソーバーは、定型の容器と内容物には、オイル等の冷圧縮体を用いることができるので、 荷重が加わると、即時に内圧が高まり、最小限のストロークで効力が立ち上がることができる。またその後一定の効力を保つことも容易で、効率的な EA とすることが可能である。対して、エアバッグは、形が定まっていない、不定形の袋体とか圧縮体のガスを用いるので、接触初期には、空想距離が構造的に必要で、ストロークの後半に、 やっと効力が発生して EA 効果を発揮することになるため、理想的な EA にはほど遠いものとなる。これは通常使用時にコンパクトに収納できることとの相反で、エアバッグの宿命である、渦、エアバッグとショックアブソーバーの G 波形比較。面積がエネルギー。自動車用エアバッグにおける展開初期のアスピレート、アスパイと効果について、コンパクトに折りたたまれた。 エアバッグは展開プロセスの初期にインフレーターのガス圧で急に移動させられる。この時発生したガス量はバック容量よりも少ない場合バック内は負圧となる。この時ベントホールより周辺の空気をバック内へ吸引するアスピレート現象が発生しインフレーター出力よりも多くのガスをエアバッグに取り入れることがある。自動車用エアバッグにおいて ベントホールのないものもある。一般的なカーテンエアバッグ、サイドエアバッグ、ニーエアバッグ等がそうであるが、これらは袋体の厚みが運転席、助手席用にして薄いため、ベントホールを付けることができず、袋体の容量も小さいため袋体内のガス移動による EA 効果も期待できない。そのためエネルギー吸収効果はほとんどなく、バッグを圧縮して上がった圧力は、 ゴムボールのように再度移動体を跳ね返す仕事に変換される。しかし、これらは、車室内構造物に直接接触するのを防ぐことで、衝撃を緩和し、ピーク時位の低減に貢献している。また、膨らんだ後にしばらく、数秒十数秒形状を保持する製品もあり、その形状、カーテン状等が機能として衝突安全に寄与するものもある。自動車用途では、 落下する物体を受け止めるためのエアバッグが存在するが、これらはスペース的な制約があまりなく、バッグの容量も自動車用に比べると非常に大きい、ため、バッグ内だけのガス移動のみでエネルギー吸収が可能である。参考。技術者であり、アメリカ海軍に所属していたジョン・ W ・ヘトラクは、現在のエアバッグにあたる安全クッションを1952年に設定し、 翌年1953年に特許を取得した。彼は、巨雷で用いられている空気圧縮技術を応用して、自動車事故の安全性を高めることを思いついた。ヘトラクは、アメリカの自動車会社でも働いていたが、会社側は、彼の発明を製品化することに興味を示さず、この発明から10年以上経つまで市場に出ることは、なかった。アレン・ケイブリードは衝突検知の技術を、 発明し、開発した。ブリードコーポレーションは、1967年に、この技術を、クライスラーの車に搭載し初めて市場に出た。同様の衝突抑制機オートセプターは、エアトン・イェールとタウニインクによって開発され、フォードに搭載された。この技術はすぐに、アメリカで、自動車安全システムとして販売された。一方、イタリアのエアトン・リビア・カンパニーはこれを改良した。 ローカライズされたエアバッグを販売していた。現在、一般的に世界中で広く各社に使用されているエアバッグは、蒸気のエアバッグではなく、日本人の発明である。日本でのエアバッグの発明は1963年に遡る。特許新政治無代工業の実区、グッドアイデアセンターを経営していた小堀安三郎が、航空機事故などで衝撃を緩和させ、 生存率を改善させる装置として考案した。後に一般的に搭載されるようになったエアバッグではあるが、当時としてはあまりに奇抜な発想だったため、発表の場では日本人の関係者からは失笑を買い、相手にされることはなかった。また、エアバッグが火薬の使用が当時の日本の消防法に抵触してしまうことから、日本でエアバッグが開発されることはなかった。一方、 欧米の企業ではエアバッグの研究、開発が進められ、それに合わせて工期も整えられていった。開発が進むにつれ、その有用性が認められ、1970年頃からは日本でも本格的な開発がしまった。現在、エアバッグは世界中の自動車でほぼ標準装備となっているが、小堀が特許を有していた間は実用化されていなかったため、 特許による収入がなく、研究費などで借金を抱えていた。なお小堀は、エアバッグの世界的な普及を知ることなく、1975年8月30日、生活区から夫婦でガス真珠を遂げている。エアバッグが最初に実用化されたのは、1970年代中盤のアメリカ合衆国においてである。当時のアメリカでは、 シートベルトの着用義務付けを法制化することに対し、ロマンがなくなるなどという理由から反発があった。そのため、シートベルトを締めずとも死なないシステムをメーカーは用意する必要があった。1971年、報道社が顧客の車両にエアバッグを取り付け、モニター調査を行った。1973年には、ゼネラルモーターズ、GM が、キャデラック、 ビュイックなど数車種でのオプション装備を可能した。GM はこの装備をエアークッションディストレイントシステムと銘打っている。特にキャデラックでは運転席と助手席ともにエアバッグを装備することが可能だった。ただし極めて高価であり、加えて誤作動による事故が発生したため1976年モデルを最後に姿を消している。1980年には ダイムラーベンツ社が高級車 S クラス2代目モデルにオプションとして装備した。同社が開発時に取得した特許は安全は全てのメーカーが享受すべきという信念のもと無償公開された。初期のエアバッグは一部の限られた高級車にオプション装備として搭載されるのみであったが次第に乗用車のほとんどでオプションとして搭載されたり上級モデルには 標準装備されるようになった。一時期、エアバッグ設定のない自動車でも装備できるよう、後付けの機械式、エアバッグ、レトルフィットエアバッグを製造、販売した会社もあった。あまり売れず、現在は入手不可能となっている。そのため、ユーザーが自らの好みに合わせて、汎用の市販ステアリングホイールに変更した場合、原則として運転席、 エアバッグが装備できないことになる。日本車で初めて市販車に搭載されたエアバッグは1987年にホンダが発売したレジェンド運転席のみに搭載された高田とホンダの共同開発のエアバッグであり、日本車で最初に運転席側を全車に標準装備としたのは1992年発売の同社のドマーニである。 日本車では1990年代中盤から急速に普及した。当時の日産は自動車そのものはそっちのけでエアバッグのみを宣伝するような CM を放送したほどだった。1999年までに販売された車種のエアバッグの火薬には人体に有害なアジカナトリウが使用されていたが有害なことが問題視され、2000年以降の販売車両には使用されていない。 2009年現在では一部の安価な車種を除き、日米欧の大手自動車メーカーのほぼ全ての車種の運転席、助手席に標準装備されている。それ以外は現在もオプション装着のものが多い。唯一、ボルボでは車の購入時に助手席、エアバッグを装備しない選択もできる。また、助手席、エアバッグの作動を一時的にキャンセルする機能や、 車の購入後でも、助手席、エアバッグを作動しない状にするサービスがある。これは、助手席に小さな子供を乗せて走るユーザーへの配慮である。運転席、助手席の座席サイド部分に内蔵されている、サイドエアバッグ、ルーフライニングのサイド部分に内蔵されている、カーテンエアバッグ、インパネ下部に内蔵されている下もも部を保護する、ニーアバッグも搭載されるようになった。その後、 乗用車はもちろん、軽自動車、貨物自動車、バスにも搭載されている。しかし、欧州メーカーと比較すると、多くの日本メーカーはサイドカーテンアバグの標準搭載が遅れており、廉価グレードではオプションですら選択できないことも多い。そればかりか、マイナーチェンジを機に、オプション設定から外されてしまった車種も存在する。軽自動車では、 現在においてもサイドカーテンエアバックの設定がない車種が多い。一部の車種ではハンドルや助手席、エアバッグに外から見て盛り上がりや切れ目のない、つまり装備されていないように見える車種が増加した。その理由として質感の向上やドライバーの視線の妨げにならないようにすることを目的としている。部品モジュール化やカナダドル技術の発達。 ドイツ製レーザーカット機の導入によるところが大きい。なお、機械式、エアバッグ内蔵ステアリングホイール、例、エアバッグ搭載が始まった頃のトヨタカリーナ、トヨタコロナ等ステアリングの場合、ステアリングホイールに関わる整備、取り付け取り外し含むの際の衝撃による意図しない、作動を防ぐための安全装置、デアアアーミング機構が、ステアリングホイール本体に設置されている汗が、 多いので、取り扱いの際には注意を要する。エアバッグは、自家用車などの高速移動体の乗員周辺に装備されるものが代表的な存在だが、例えば車椅子のような低速移動体の転倒障害防止装置や、各種スタント行為の障害防止用クッション、さらに惑星間移動体の着陸衝撃の緩和装置にも利用されている、下記。ここでは、 自動車用エアバッグを中心に説明をする。人間の目からは、この動作が一瞬のうちに行われているように見える。エアバッグは、事故の衝撃から、乗員の生命を守るために、極めて強い圧力で瞬時に展開する。そのため、エアバッグとの接触により、かすり傷や打撲などの軽傷を受けることがあり、シートベルト非装着や小さな子供が、 助手席に座らされている場合は、最悪のケースでは死亡する恐れがある。また、ステアリングにもたれかかるようなエアバッグ装置に近づきすぎた姿勢で乗車していると、エアバッグの衝撃により命に関わるような重大な障害を受ける恐れがある。ステアリングやダッシュボード、あるいはフロントガラスに頭から突っ込む場合より被害を軽減するべく作られているが、高速での衝突時などでは、 完全に衝撃を吸収することはできない。エアバッグは火薬を使って急速に膨らませるため、作動時には車内の気圧が急激に上昇する。窓を閉め切っていた場合などは、この急激な気圧の変化により鼻血が出たり鼓膜を痛めたりする。場合によっては鼓膜が破れることもある。なお、火薬を使うのはエアバッグを高速で展開するため、 二酸化炭素などのガス膨張では間に合わない。日本国内で1999年までに装備されていたエアバッグの火薬、ガス発生剤は有毒なアジカナトリウムが使用されていた。爆発、膨張音の軽減やエアバッグの膨張収縮の時間差が工夫されるなど改良が加えられているが、あくまでも乗員の生命保護を第一としていることもあり、限界はある。 初期のエアバッグでは、バッグが開いた時に顔面に当たる衝撃で死亡する事故が発生し、アメリカでは裁判にもなっている。整備作業時に不適切な扱いをすると誤動作する危険性があり、その結果、人員もしくは機材に著しく重大な損害を与える可能性がある。衝突の瞬間、乗員の体は大きく前方へ移動する。 シートベルトを着用していなければ、エアバッグの展開範囲に近づきすぎてしまい、エアバッグが膨らむ衝撃により、死亡、または重大な障害に至る恐れがある。小さな子供を助手席に座らせている場合も、同様である。衝撃の加わり方、強さの関係で、センサーが衝撃を感知しない場合、このことはマニュアルに明記されることもあるやシステムの不具合など何らかの原因で、 エアバッグが作動しない場合もある。ただ、その場合でもシートベルトを着用していれば、障害を軽減できる。エアバッグは火薬を使用する、加工品であるが、火薬類取締法施行規則第1条の4第7号の、規定に基づき、火薬類取締法の適用を受けない、加工品を指定した件、平成17年経済産業省国示第346号、よって、 火薬類取締法施行規則、昭和25年通商産業省令第88号、第1条の4第7号の規定に基づく、火薬類取締法、昭和25年法律第149号の適用を受けない加工品に指定されている。使用済み自動車の再資源化等に関する法律、施行令、平成14年政令第389号第3条において、 使用済み自動車の再資源化等に関する法律、自動車リサイクル法、平成14年法律第87号、第2条第6項を逃げる、指定回収物品として定めている。乗員保護用のエアバッグ以外に、歩行者保護用のエアバッグの開発も行われている。日野自動車は、同社が発売する、小型トラックデュトロのフロントバンバー下にエアバッグを展開し、 歩行者の巻き込み事故を防ぐ装置を2004年に発表した。乗用車では2012年にボルボ v 40のオプションとして搭載された。衝突と同時にボンネット上部の隙間から U 字型のエアバッグを展開し、歩行者の頭部がフロントガラスに衝突することを防ぐ。オートバイ用のエアバッグも開発されている。現在市販化されているのは無限電光が製造している。 ヒットエアーのみである。このヒットエアーは、車両本体に装着される自動車のエアバッグと異なり、着用するジャケットに装着される。エアバッグジャケット、ベストのアイデアは1976年に、ハンガリーの特許を申請し、タマーシュストラウブによって発明された。多くのオートバイの事故の場合、乗員は車両から放り出されることから、乗員が車両から放り出された時に、 ジャケットに内蔵されたエアバッグが作動するというもので、これを応用した乗馬用ジャケットも製造されている。車両本体側に装着するエアバッグは2005年にホンダ技研工業が試作モデルを発表し、2007年に世界初の二輪車用エアバッグを搭載したホンゴールドウィングを発売した。自転車用のエアバッグはスウェーデンのアンナ・ホープットとテレセ・アルスティンが 卒論プロジェクトでデザインしたハベディングが販売されている。このハベディングは襟巻きのように首に巻くことで装着される。追突などの衝撃で自転車の運転者が飛ばされ、自動車や路面などに頭部を打ち付けて負傷、死亡することがあるが、こうした状況においてもスカーフに内蔵されたエアバッグが作動して頭部を覆うことで衝撃を緩和し重傷、死亡から守ることができる。 1997年、火星探査機、マーズパスファインダーは、エアバッグで火星に着陸した。着陸直前に24個のエアバッグが開き、探査機全体を包み込む構造だった。なだれ対策として、エアバッグが有効である。なだれで最も恐ろしいのは雪中に埋まってしまう、ことなので、エアバッグの浮力によりそれを防ぐことができる。ザック型の背負い装備。 またはザックに装着する装備として販売されている。作動は手動である。モータースポーツでは、乗員の保護のためにエアバッグではなく、ハンスと呼ばれる補助高速装置が使われる。ヘルメットと首のサポーターを、紐状のものを接続し、頭部の前方方向の動きを規制縮備を保護する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。